喜びのことは、三島幸男の戯曲、前三幕からなる。同じ思想を共有し、信頼していたはずの上司に裏切られる若い、公安巡査の悲劇を描いた作品。第一幕が、反響思想。第二幕がそのアンチテーゼ。第三幕第一場が、その順定ゼとしてのニヒリズム。第三幕、第二場が救済の主題の公用。という色彩となっている。喜びのことは、 当初、文学座により1964年正月公演として上演される予定で、前年1963年10月24日に脱交され、11月15日から稽古に入っていたが、ソ連、欧州から帰国した銅座長、杉村春子を迎えての11月20日の緊急総会の決議の流れから、思想上の理由による上演中止が、作者、三島へ申し入れられた。 これをきっかけに三島とそれに同調する十数名の座員による脱退事件が起きた。三島はいろんな事情で、この芝居ぐらい、作者の私を苦しめ、また多くの人を苦しめた作品は珍しいと述べている。1964年、文芸雑誌、文芸2月号に掲載され、同年2月25日に新潮社より、喜びのことふ、美の子として単行本刊行された。 初演は同年5月7日に日生劇場で上演された。三島幸男は公安活動という地味で扱いにくい題材を用して観客をあっと言わせるようなスリルに富んだ面白い芝居を書いてやれという意気込みだったとし、素材が地味だから背景の事件を派手にしたと述べている。芝居というものは絵空事で絵空事のうちに真実を描くのだという確信は 近松門左衛門が巨実派飛膜の間にありと言っていると掘りである。この喜びのことも例外ではないのに、堅苦しい一面ばかりが世間に懸念されてしまったと思うのである。喜びのことは扱っている世界が公安警察という地味なものであるだけに、それだけに芝居の技巧は一層派手にしてある。技巧だけから言えば、私の芝居の中で、 もつともかびな部類に属すると言えるかもしれない。三島行きを私がハッスルするとき、喜びのこと上演に感じる責任また三島は、喜びのことの主人公の若い巡査、片切りを一面気の毒な存在であるが、一面幸福な人間であるとし、彼が受ける裏切りと作品主題について以下のように解説している。彼は、その純粋な生一本な心情によって、 誰からも愛されている。同僚から愛され、上司から愛されている。しかし彼は、持つとも信頼する上司から裏切られて、見るも無残な目に回避ながら、なほその裏切りの彼方から自分が愛されていることに、気づかない。それは、持つとも、厳しい、持つとも苦い愛であるが、彼は知らずに、この愛の中を通り抜ける。片桐ばかりではない。我々は支持勇退を貫いている。 宇宙船に気づかぬように、この種の愛、この種の運調に気づかないのである。片桐はこの愛によって、一旦、すべての目的と理想を失った地獄へ叩き込まれる。そして川添巡査のことの音の力で、地獄から斜ヒ登るとき、初めて彼は、自覚的な人間になるのである。このことの音が何であるかについては、私はわざと仲介を加えない。三島由紀夫 喜びのことについてなお、三島は1963年2月に評論、林ふを論を発表しているが、同時期に発表された他の作品との関連について、僕の考えを批評の形で出したのが、林ふさ悟るだし、小説にしたのが、午後の栄光や、剣で、喜びのことはその擬曲ということになりますと述べている。 1> 第1幕から近い未来の1月18日朝から19日午後、第2幕から1月21日朝から22日朝、第3幕から1月22日夜から23日朝、喜びのことの評価は賛否両論に分かれ、否定的なものとしては、三島義曲の中で芸術的な鮮度の高い作品ではないと、尾崎浩二が評し、野村隆は、 主題と題材との間に調和を書いていると述べている。肯定的なものとしては、奥の竹尾が反響劇どころか革命三美劇のように見えるとし、その反属性を評価している。磯田光一は、三島の林房を論で語られた、純潔を誇示するものの徹底的な否定、青空と雲とによる地上の否定の常念こそ、かつてのマルクス主義運動を支え、 また戦時下のナショナリズムをも支えていた日本的な心情という容姿が喜びのことにも通定し、その主題は人間は生きるためにいかに性を意味づける超越原理を必要とするかという認識でもあり、戦後の進歩主義の盲点はこのような戦争の二重構造に対して全く盲目だったと断じている。そして磯田は戦後の進歩主義者やヒューマニストらが 戦時下の青年たちを単に騙されたという語で還元してしまうことの潜伏さを指摘しながら人間は本質的にファシズムを渇望し美しい死に憧れるという事実をなぜ直視しようとしないのかと述べ本質的現象的な日本人の心という意味では安田与十郎の心情も小林武地の心情も同じだと論じているまた片桐の信頼の悲劇は 現代社会の悲劇であるが、彼はドン・キホーテに過ぎないとし、その素朴な信仰者の片桐が松村という凶悪なニヒリストに急断され、清純さの罪、若さの罪、この世で綺麗な心が、不はなければならん。罪を告発される場面は、現代の放送している配慮を、すさまじい迫力を持ってえぐり出していると解説している。松本鶴は、二点三点するどんデン返しが、 実に、巧妙で、松村と片桐の対立は、誠実な心理劇の定石通り緊迫して進行すると高評価しながら、本当の美は悪魔的状況の中に、あるいは人間不信と絶望の背徳の中から花開くという、三島文学の一貫したテーマがここにも遺憾なく、描かれていると解説している。村松剛は、三島が次の儀曲、恋のほかげの解説の中で、 ヒロインが嵐の人よの後に実存的な目覚めをし、それまで彼女を今しめていた純潔の観念が実は真の実存からの逃避であったこと、生の本来的な有料の様相の拒否であったことをついに彼女は知るに至る。と述べていることを鑑みて、喜びのことのことの音にはヘルダーリンの死、気境に現れる故郷への回帰がもたらす。喜びの 弦の断層の影響をあるのではないかと推察している。大久保のりは、敗戦後2年目に書かれた、太宰治の短編、トカトントンと安保騒動の3年後に書かれた、喜びのことが共に、極めてアクチュアルな作品であり、トカトントンという金づちの音と同じく、コロリンシャンということの音も、一切の信頼や情熱そのものを空虚化する作用を果たしているとし、太宰の トカトントンがミリタリズムの原因への白落した敗戦直後と対応しているのと同様に、三島の喜びのことは戦後革命の幻想の崩壊した60年安保後の現実を捉えていると考察している。ありがとうございます。